やったー、ガーン。ライバルがいっぱい来てるんだから。大丈夫、ぶっちゃん北海道やん。なんかいつも走ってる。早く早く。我々は運命を途絶えてしまう。あ、すごいな、車の数が。本当だ。宗谷岬、日本の最北端。再び来ました。来ました。なんで来たかっていうと、あれだ、あれだよ。ほら、お客さん入ってたもん。入ってたよ。やったー。やったー。リベンジ成功か。今日は2つとも空いてる。おー。よかったじゃん。おー。とりあえずぶっかけ丼食べてから行く？食べたいね。来た。やったー。やったー。空いてた。超嬉しい。行こう。あ、ちょっと待って。本日丼物の提供はありません。あ、大丈夫です。いいよいいよ。来たー、モスクラーメン。やっと食べれる。ホタテラーメンめっちゃうまそう。ねー。最初はやっぱりスープでしょ。スープでしょ。どう、最北端の塩スープ、塩ラーメン。おいしい。なんか柔らかみがある。うん、この味好きだわ。私もホタテめちゃでかでっかドーンって入ってる。ドーン。もずくもすごいいっぱい入ってる。もずくがコリコリ。本当。うん。北海道の人これを食べに来れるわけでしょ。結構か。食べたいんですね。食べたいよ、ホタテラーメン。それ。あ、まあまあまあ。塩もうまい。醤油が合うんだ、ね、ホタテにはやっぱ塩が合う、うん、すっごく美味しいね。美味しい。ごちそうさまでした。美味しかった。よかった。うわー、北の大地だ。うわサルクツ村、すごい。やっぱホタテ漁が、漁船がすごいね。うん、これでも全部ホタテなのかな。ホタテ以外もやっぱやってんのかな。ねえ、どうなんだろう。ホタテマーンって。ホタテマンだ。ホタテの直売所多分。うわ、ホタテの貝殻がすごい。すごいね。ねえ、多分ね、この辺のはずなんだよね。あ、やってない。ガーン。さようなら。すごい、やっぱ人気だね。ほんとね。道の駅、全員これあれだよ、ホタテ食べに来たんだよ。ホタテライバルだ。何言ってよし、早く早く早くホタテ行くよ。焦るんじゃないよ。早く、ホタテだよ。落ち着きなさい。ホタテだ、ホタテ。落ち着きなさい。何はともあれホタテだよ。分かったよ。ホタテは逃げないから。数に限りがあるでしょ。ライバルがいっぱい来てるんだから。大丈夫。来た。
たぞ、ホタテ、ホタテ、ホタテホタテ、洗脳されてる、ホタテ、ホタテ。これ大きいよね。ね、本当は生が良かったけど。いただきます。うま。美味しい。うま。声が。うま。何それ。うま。あま。何その女の子みたいな声。うま。ホタテ美味しい。何なんそれ。そしてこれ何これ、何これ何これ、つぶ貝の串焼きが入ってる。なんでホタテだけと思った。まあいいよ、食べよう。いただきます。でかでか、でかくない。いや、あの薄谷漁港で食べた生のホタテの味が忘れられない。忘れられない。ね、サルフツ来たら超えるのをすぐ食べれると思ったのに。おいしい、甘っ。ね、甘いよね。甘い、おいしい。めっちゃ肉厚。うん、すごいね。ね、だあっちの方がキャンプ場みたい。この奥の方。そう、広いね、ここね。キャンプ場はあるし、ホタテ買えるし、温泉とホテルがある。安っ。キャンプ場はさ、予約制じゃなくペットはダメ。カーサイドタープはご利用いただけない場合がある。お風呂も450円だったらね。ね、安いよね。キャンプ場にいいね。うわすげー、すごい、すごい。うわ、めっちゃ眺めがいいよ。いいよ。すごい開放感が。すごいね。マジか。じゃあ北海道やん。これが噂のエサぬか線。ねえ、めっちゃ眺めいいけど。ひたすらまっすぐ。すごい。とりあえずおこっぺ。おこっぺ。おこっぺアイス。あ、これだな、これだな。よいしょ。うん。
いろんな牛乳が、牛乳とかヨーグルトが、ココペアイスクリーム、やったー、いただきます。何これ、一人一個食べる、めっちゃうまい。え、バター感があったけど、バターとかチーズ感みたいな、これちょっと牛乳って感じ、牛乳って感じだね、ね、牛乳あっさりみたいな、これはうまいわ、うん、美味しい。道の駅コッペにある電車、これ宿泊施設みたい。ペットの同伴はできません。お、中は電車、普通の電車みたいな感じで、こっちがホステルなんだ。あ、なるほど、語らいのサルーン、こっちがホステル、ホステル、そう、しかも無料、無料、すごいよね、嘘でしょ、すごい、無料で、面白いよね、うん、こんな泊まったら、あ、洗濯機まで置いてあるよ、洗濯機、うん、わ、本当だ、洗濯機がある、うん、でも電源もあるから、電源も、バイクとか自転車の人は絶対いいよね、すごい、どうなってるの、ここなんか雑魚寝みたいな感じあんの、ああ船のあったじゃん、だだっ広いところにみたいな、うん、あんな感じ、すごいね、面白い、面白い、しかもさ、もう目の前は広い公園になってて気持ちいいしね、ね、行こう、じゃあ行こう、行こう、走ろう、はい、急いで、急いで、急いで、はい、早く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 、なんかいつも走ってる、早く早く、道の駅の早く早く旅の時いつも走ってる気がするけど、早く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 、待ってくれ、早く早く、あ、来た、これもう、これこれ、おお、ここです、ココペアイス、ここですよ、おー、すごいすごいすごい、ここですよ、ここ、いや、大人気じゃん、ねえ、ココペアイスクリーム、溶ける溶ける、あれ、さっきとまた違う、え、濃厚、さっきのちょっとアイスっぽくね、うん、さっきのさ、なんか生クリーム食べてるぐらいに柔らかさがあったじゃん、うん、クリーム結構固めのソフトだね、うん、これはこれで美味しいね、美味しい、やっぱおコッペってすごいんだね、うんうん、当たり前じゃんみたいなそしてもう8月も半ばなのにさ、なかなか涼しいね、寒い寒い、半袖だと絶対寒い、私これ上着いるわ、上着、日が陰るとね、うん、日が出ると紫外線が強くて、夕方だからね、今ね、ちょっと風が冷たいよ、焼き鳥、フランクフルト、綿あめ、かき氷、あ、ビールがある、あ、しかもグラスだよ、素晴らしい、うどん、焼きそば、すいません、エゾシカボール、はい、少々お待ちください、お願いします。あ、ほんとだ、これ鹿の肉ですよね、そうです、あ、これやっぱ鍛えといた鹿肉を入れてる、へぇ、めっちゃうまそう、赤ワイン煮込みだって、鹿肉の赤ワイン、わぁ、おいしそう、お疲れ様、あ、おいしそう、エゾシカボールだって、なんか珍しいよね、ね、エゾシカの肉が、なんか味付けたのが入ってるって言ってたね、うん、ちょっとあれだよね、小ぶりだよね、あ、そうなの ね、ちょっと食べてみようかな、うん、食べて食べて、あ、でも全然癖とかもないし、あ、そうなんだ、うん、美味しいよ、あ、癖ないね、うん、
通に脂身のそんなにない淡白なお肉、うん、って感じがする、うん、美味しい、美味しいね、うん、外がね、今日8月15日のお盆なんだけど外が若干寒いんだよね。寒い夏を過ごしたのは人生初、さすが北海道。手がいないうちにどんどん食べちゃう。いるよ、横にいるよ。どんどん食べちゃう。よいしょ。それではバケーションライフ恒例ではないけど会議を始める。はい。今日の議題はこれから私たちがどこに進むかだ。はい。大方道南道央と呼ばれるところは制覇してきた。また道北の稚内という最北端まで攻めてきた。これは大きな成果だ。これからどこを攻めるかによって視聴者さんが楽しんでいただける動画をどう作れるかに大きく関わる。ゆりくんの案をぜひ聞かせてくれ。何を？どこをまず攻めていったらいいかだ。道北東いいんじゃない？何言ってるのかさっぱりわからない。道北も大方攻めてきた。あとは中心部分だけだ。そしてあとは道東、それ以外には残りはもう行けるところは少ない。どこをどの順番で攻めていくかが大事なんだ。それについてはどう思う？斜め上に行ったらいいんじゃない？斜め上、なるほど。それはどういう流れだ？オホーツク海、海か。その案はなかったな。海をどうやって攻めていく？じゃがりこ号に乗る。なるほど。だが残念だ、あれはじゃがりこではなくガリンコ号だ。ただガリンコ号は冬、流氷を割って進むものだ。冬までいたら我々は運命を途絶えてしまう。他に案はないか？トナカイ牧場に戻ってソリに乗ろう。なるほど。雪の上に滅法強いトナカイか。サンタさん作戦というとこだな。素晴らしい。ただ待て、サンタさんは12月の超ビッグイベントだ。そんな時期までいたら我々は運命を途絶えてしまう。そうなの？他に合わないか？お尻で滑っちゃおう。何言ってるのかさっぱりわからない。このままで我々の進む方向がまた決まらず、明日の朝になってこっち方面行くって終わっちゃうじゃないか。なんとかならないか？
じゃあもう右行こう。右か。なるほど。方向だけでも決まっていれば違うかもしれない。では各自持ち帰り、明日の朝報告するように。